なるほどね。一通り多分スタンプラリーもできてたはず、できてたはず。昭和、昭和じゃなくてこれ明和6年か、すげえ。え、明和6年って言って、いつだいつだ、すごいな。ん、昭和か、昭和6年か、さすがに、さすがに昭和か、怪しいな。まあまあまあ、なるほどなるほど。とりあえずね、一発目、見てきました。あれ、まだ紅葉ついてねえんだ、まだこれからって感じだね。12月なんだけどね。あ、まあ、こっちは紅葉って感じになってますけどね。さあ、それでね、まあ一発目のスポット回って、今とりあえずね撮ってみたりしてね、まあ大体大体やっとこさシステムがね、理解ができてきたというところでございますね。QR コード今ね映してたところのであれですけど、そうか、ボックスは QR コードがある映っちゃってると、そこから読めていけちゃうのか。他のやつはあれで写真を撮った後に実際のそのロケーションスポットの認証みたいなのをやって、それで、得点がいろいろとできるようになるといったような感じになってるってことですね。で、いや、でも今日はね、すごかった。そっちから行こうか。そっちに出店がわーっといろいろ出とって、こっちが通っていけるのか。そっちから出れるのか。参道がもう世界遺産なんだ。へえ、すごいですね。あら。あら。昔ながらな、しね。よいしょ。いやー、すごいですね。なんというか、京都でやるってなってたんでね。どんなあれかなと思ったけど。いや、普通にめちゃくちゃいるね。いや、すごいな。で、そう、今日はね、12月9日が、そもそも、なんか、ここの下鴨神社の、おっと。絶対に間違えてるかな。そう、なんか、例祭をやってたみたいで、それで普通に一般の参拝の方も多くて、外国人の方も多くて、そこに、みこち人形もね、持ったりした、もさともが、うようよと、うぞうむぞうの、すごいことになってましたね。で、神社自体の方の感想から言うと、いや、でかいですし、あれですね、なんか、干支ごとの、なんか、あれがあったりだとか、結構独特な、ところもあるなぁというのもあったんですけど、あれでしたね、ちょうど実は参拝してる時に、向こうさんの方がわーっと来られて、あ、すいません、ちょっと通路を開けてくださいみたいな感じで、ちょっと取りますんで通路開けてくださいみたいな感じで、これ何かと思ったら結納ですね。あ、今日はね、いい天気ですし、いいタイミングですもんね。本当に結納のなかなか昨今、すげえな、これ、こっちが行くか。これは参道の方から、
行った方が良かったね。そう、京都の道は細いんだよね。乗った、すげえな。そう、巡礼の行列かですか、まあ、新郎新婦さんがね、まさにあれですよ、あの、テレビとかで見るようなガチンコのやつですね。あれでこう行列でこう、なんて言うんでしたって、ああいうの、狐の嫁入りみたいになってたらいいのかな、うん、やってはりましたね。すげえ。今日は天気もいいですし、実はまあまあ12月にしてはねちょっと暖かいんで、いや、ユニオンとかそういうのやるのにほんとちょうどいいよっていうね、絶妙なね日に、何よりね晴れてますからね。あ、そう、縁結びのねやつとかで有名ですからね、下岡神社。いや、まさに絶好のやつでね、まあ、ささやかながらお祝いをさせていただいたというところでございますね。いや、普通にめでたいじゃないですか。で、あとね、ホローカルのイベント的なところで行くとね、そうですね、とりあえず、まあ、大体事前情報からね、察しはしてましたけど、あれですね、やはりイヤホンは必須ですね。イヤホンと、あと、パケ放題は必須かな。ボイスのやつとかがデータが あれデータが結構重たいですね、うん、音質とか限定ボイスとかと AR の VAR のデータとかも落としたりとかがして、いろいろとその VAR の体験とかもできるようなやつもあるんで、何でしたっけ、アプリ使ってね、あれがねなかなか凝ってるんで、しボイスもねかなり取り寄せるボイス、今私もイヤホンでね、Bluetooth で聞いてみましたけど、かなりいい音だったんで、これイコールまあまあパケ代は持ってかれるよというイベントですね。フリー Wi-Fi があるところだとまたあれなんでしょうけど、これはなかなかかかりますよという予感がしますね。まあ私パケ放題なんでいいんですけどね、特に問題はないんですけど、私的には個人的にはね、